ロアン謎の眠る妙にかかってさまよう村人たちを、えー、探して目覚めさせに行くというストーリーの2人から4人対戦型ゲームですまずは各自小規キャラクターで探索隊を結成します東西万僕それぞれ違う方角に座ってゲームを開始手番では探索を行い担当トト色のキューブを土地カードの各キャラクターで指定された探索範囲のマスに配置します全マスが探索された土地カードは裏返され 目覚めた村人となり、一番多くキューブを置いていたプレイヤーが獲得し、探索隊に加えます。こうして誰かがキャラクターを10枚集めてたら、ゲームが終了し、最大処理点のプレイヤーが勝者となります。さらに、4つのオプションルールがあり、自由に追加できます。例えば、アーティファクトでは購入すると、処理点がもらえる上、規制の能力を使用できたりします。宝石とんきでは、処理点の獲得法が増えるなど、戦略の幅が広がります。 世界観は人気ストーリーゲームアボーバンドビローと共通同じキャラクターも再登場し、彼らの裏話も楽しめます不思議な探索感あふれるロアムでぜひ遊んでみてください